肌の色がワントーン明るくなった。ツヤがすごいんです。今日も安定のブーちゃんと共にお届けしたいと思います。今日はノーファンデメイクの進化版ノーファンデメイク。何が大事ってファンデーション塗らないわけだから、ベースにつけるもの、これが大事ですよね。日焼け止めはつけなきゃいけないわけですから、日焼け止めはつけるんですけれども、日焼け止め兼下地。日焼け止めと下地がこう合わさってるようなもの、ファンデーションでいてファンデーションじゃないっていうものがドクターリサラさんにはあって、それが私が何度も何度も三種の神器って言って、めっちゃ激推ししてるこのファンデインっていうものですね。ちょっと肌色がついてるこのファンデイン、この色と似てるかな。このファンデインがめちゃくちゃいいですよっていうのをいつも言ってます。ファンデーションではない、オイルは入ってないです。だから人によってはね、水おしろいとか呼ぶ人がいるぐらいシャバシャバ系なんですけど、これがびっくりするほどいいんですね。いつもこれだけを押してました。この15年間ひたすら愛用してきてるからこれなんですけど、実はもう一つ仲間の姉妹品があるんです。真っ白白のファンデシャイン、ファンデシャインっていうものがあります。これはキャップの色と同じですよね。真っ白です。本当に日焼け止めもね、普通こう手に出した時白いじゃないですか。だからあれと同じ、も本当に日焼け止めだけですね。ただ日焼け止めとしてはこのファンデインもファンデシャインもそうなんですけど、 SPF が 15PA がプラスプラスと、日焼け止めだと思って使うと過信すると危険です。必ずこれは下地、ノーファンデメイクに絶対必須な下地って思っていただけた方がいい。この上からしっかりとこれをつけた上から日焼け止めを重ねるっていう方法をとってほしいなと思うんですけど、今日はメイクの一環としてノーファンデメイクにこれが必須だよっていつもこれをしてますけど、これはどう使うのって最近めちゃ聞かれるようになりました。あと昨日ね、ドクターリサラさんにも聞いてみたら、ファンデシャインすごい売れてますよって言ってました。ファンデインしか売れてないと思ってたら、いや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 、ファンデシャインも最近すごい追い上げてきてますよっていう。何が違うかっていうと、この2つ、ファンデインっていうのはツヤも出るけど、ちょっとしたこの色味がね、補正効果があるんですよ。私今ドスッピンから始めて、顔洗ってこうジェルとかをつけて整えてきただけなんですけど、なんかこうムラムラになってますよね、こういうとことか。なんとなくこう鼻の横が赤かったりとか、こういったものをなんとなくこのファンデーション色が、ほくろやシミやそういうものが隠したようなのが完全に隠れるわけでは全然ないんですけど、ファーッとこうベールをまとったようになるっていうのがファンデイン。じゃあファンデシャインはどうなのかっていうと、このファンデーインからカバー力を取ってツヤだけを倍増させた感じなんです。ツヤがすごいんです。それもラメとかは一切入ってないのにすごい光沢感が出るっていうのがファンデシャイン。今マスクとかしててね、おでこしか出てないじゃないですか。だからちょっと今日はもうおでこもバリバリに光らせて、ピカーみたいな視線を集めちゃおうみたいな、そういうシチュエーションあるかどうか知らないんですけど、そういう時はファンデインを塗った上からファンデシャインだけをこう部分的にハイライトみたいにしてシュッシュッシュッって重ねたりとかしてました。あと私よりももっと色が白い方は、ファンデインですら色がつきすぎる方はもうファンデシャインの方が好きっていう方もいる。あとうちの店長の石井、ここに今写真出てきますかね、店長のね石井もね、本当にね、入社当時はね、めちゃくちゃね市販のファンデーションを塗ってた、結構厚化粧タイプだったんですけど、今は本当にこれだけだからめっちゃツヤ肌でノーファンデなんですね。石井が最近みんなに肌が綺麗になった綺麗になった言われてるのは、ちょっとファンデインだけだったのをファンデシャインを先に塗ってからファンデインを塗るように2回塗ることにしたらしいんですよ。そしたらめっちゃしっくりくるって言って、ツヤ感が増してみんなに綺麗って言われるようになったって言ってます。これは混ぜてもいいし、2つをブレンドしてもいいし、私みたいに部分的に使ってもいいし、うちの石井みたいに1回これを塗ってからこれを塗るでもいいしみたいな、なんかいろいろ使えるんです。というわけで今日はファンデシャインっていうのを全顔塗ってみたらどうなるかっていうところからやってみようと思います。よく必ず振りますね。まずで手のひらに出しますよ。ほんと真っ白です。もう真っ白白で、この液だれ注意で服の上に垂らさないようにしてください。こういう風に手に取りますね。ほんと日焼け止めみたいだよね。これをね、一気に塗っちゃいます。で一瞬やっぱりあの日焼け止めのその酸化チタンや酸化塩の成分が入ってるから、こういう風に白くなるのは日焼け止めと同じでも、そのうちやっぱりこれもしっかり首まで透明化していきます。あっという間に透明化します。しっかり
皆さん、私いきなり塗り始めましたけど、ちゃんと顔を洗って化粧水をつけて、ジェルだったり乳液的なもの必ず塗っといてくださいね。カッサカサな肌の上にはファンデインうまく塗らない、乗らないです。カッサカサにしておかない、乾燥した上じゃなくて、ちゃんとしっかり保湿して肌をこう潤わせた上から塗るっていうのが鉄則ですよ。で、日焼け止めっていうのはやっぱり酸化塩とか酸化チタンとか入ってるじゃないですか。粉体が入ってるでしょ。だからカサカサの顔の上に塗っちゃうと、肌でさえその粉体が入ってることによって水分持っていくから、しっかりと保水保湿をしてあげてほしいと思います。こういう風になります。ただカバー力はない、カバー力はない。それを手に塗ると1回白くなります。確かに1回白くなります。でもこの白さをなじませたら、しっかりとなじませます。光沢感分かりますか？この光沢感、こういった光沢感ね、パールじゃないのに光沢が出る。そしてすごく軽いです。腕から何から首から全部塗った方がいいです。この辺とかも全部軽いから、油が入ってないから、やっぱりさ、ベタベタしないんですよね。サラッとしてます。こういう感じと、こっちが塗ってない手、こっちが塗ってる手、こういう風に。ファンデシャインは本当に透明になるから、腕とかに塗っても嫌な感じは全然しないですね。じゃあこの上にもうちょっと小ちょっとシミとかがあるな、もうちょっとファンデーション的な補正したいなって思う方は、この上からファンデインを塗ってみましょうか。じゃあまあ石方式ですね。ファンデインはどういう色かっていうと、こういう風にこう肌色がついてますよ。肌色がついてます。これを伸ばして、そしてもう一回塗る。そうするとね、やっぱりこっちの方が補正がかかりますよね。なんかファンデーションみたいなに見える、もっと白くなるんですよね。こっちの方がファンデーション色のした方が逆に顔が白くなる。こういう感じ。ファンデインのね、特徴はね、こうね、もう毛穴にも入れるようにして、こう下からわーっと一気に塗った方がいいです。でセラさんのこう化粧品ね、優秀なのはさ、成分に悪いものを一切使ってないですね。こういう色味を出すとかっていうのも、もう化学的な色素っていうのは全然使ってないんですね。石油系の色素っていうのは鉱石だったりとか、あとお花とか植物からこういったものを、色味を抽出してるんですね。わざわざ季節によったりとかもしても、若干色味って変わってきたりするんです。まあそれがデメリットではあるんだけど、それより何より石油系のものが使ってないから肌にとっても優しいんで、こういう結構粘膜ギリギリにこういうとこまで行っちゃっても全然安心です。あと例えば赤ちゃんがいるお母さんとかでも、化粧したお顔で赤ちゃんに頬ずりとかよくできないってなるじゃないですか。赤ちゃんに化粧品ついちゃうから、もうこれは赤ちゃんに頬ずりができる化粧品って言われている。もうその辺も全然大丈夫です。でしっかりね、耳の後ろ、首元全部塗って、首元までやっぱりちょっとわかるかな、光沢感が出るんですよ。カノー姉妹さんとかここら辺までなんかピッカピカに光らせてますけど、あそこまでラメが入ってないから光らないかもしれないけれども、でもまあツヤ感というのはすごくわかります、出てきます。でさっきよりも肌の色がワントーン明るくなったのがわかると思う。ファンデインの方が肌の色に補正がかかります。ツヤ感だけを出して狙っていきたいんだったら、もう本当に自分の素肌プラスツヤってなると、ファンデシャインっていうのがすごく面白い、生きてくると思います。これ日焼け止めだからSPF 単体では15しかないんですけど、ちょっと足りなそうだなと思った人は、もうほんとこういう風にですね、額のところに足してみたり、ちょっともう一回ここツヤ出しとこうかなって、今私このファンデシャインをこういう風に額のところに塗ってみたり、あとこういう焼けやすいとことかね、こういう風に重ねていっても、もう何ら厚塗り感っていうのはないんですよね。でちゃんとこうしっかりと髪の毛の方まで入れてくださいね。これは、まあ、水おしろい的な感じですよね。だから水溶性のジェルクレンジングで本当に綺麗に落ちます。そんなに一生懸命オイルクレンジングとか使わなくても、水溶性のジェルクレンジングで綺麗に落ちてきます。こうしてから私はスティックコンシーラーですね。このスティックコンシーラーのこれがライト、そしてこっちがちょっと濃い方がベースです。どう違うかっていうと、こんぐらい違います。白い方がライト、濃い方がベースです。これをご自身の肌によって使い分ける。ハイライトにしたいときは、目の下なんかを明るく見せたいときは、このライトの方を目の
一番明るくしたいところここだよね。ここのこの三角地帯、ここの三角地帯をこういう風に埋めるんですよ。相当こっちと比べてもここ明るくなりますよね。三角地帯、ここが一番明るくないとダメ。肌の色が白い人はもうこれ一本で鼻の横の赤みを埋めるとか、私ここにちょっとねこういうのあるじゃないですか。そして粘膜がここにあるから、粘膜ってどうしても色素沈着しますよね。なので粘膜を一旦こういう風に消して、この色素沈着を消しておく。そして光の道をこっからこういう風に描くとこういう感じですよ。こういう感じで光の道を上につける。もうちょっと隠したいところがある方はここね、一旦全部埋めると目がちっちゃく見えるって、確かに目がちっちゃく見える。ここから涙袋とかを描いていけばいいんです。とりあえず一旦沈んでるところ、目がこうグッと沈んでクマになるじゃないですか、私たちの年齢。それを明るく見せることによって、で口角、ここ大事なんですよ。マスク取るとき大事。口角の下だけを、間違っても上を埋めないでくださいね。鼻が長く見えて、鼻下が長く見えちゃうんで、ここの口角だけをやるの。したら明るく、口が上がって見えますよね。口角のここだけ埋める、明るい色で。こういう風に一旦仕込んでおくんですよね。じゃあこのベースはどうかって、これができないのかっていうとそうじゃなくって、もう少し私より肌の色のトーンが暗い方は、こう今と同じことをベースでやったって全然できます。あとはシミとかを隠したい人もベースの方がいいです。こっちの方がね、もう少し肌の色が暗い方では、私色白な方ではないんですけど、でもやっぱりファンデインをこうつけちゃうとさすがに色白さんになるんですよね。私はライトを使っていますが、ライトだと白すぎるっていう人は多分世の中にかなりの数いらっしゃると思う。そういう人はベースをちょんちょんちょんって、ほんとこのぐらいですね、いっぱいつけすぎないように、ほんとこれだけを今と同じように今やってみます。右と左手で。あとここの光の道だってベースだって絶対つけられるんですよ。これあのメイク用品粘膜に使って大丈夫なのって思いますけど、別にこう眼球の中にはもちろん描かないでやらないでくださいね。でもこの辺の粘膜までだ、ギリ粘膜だって、伊勢良さんの化粧品だったら安心で安全な成分しか使われてないから、ほんと安心して使います。もしかしたらこっちの方が自然にいくっていう人も絶対いると思う。ベースで、ベースで今やってます。ベースで口角埋めてみましょうか。こっちなんかやっぱり白すぎるかなって思うようになってきた今。ベースも自然でいいですよね。ライトちょっと、めっちゃちょっと今こういうのギュッてやったからかもしれないけど、すごく白くなりすぎちゃったかもしれないな。あと私はここにね、特に右と左比べると、こっち右にやっぱりどうしてもこう乾板があるの、すごい自分では気にしてるんですよ。なんか線が入ってるの分かりますよね。ここをねちょっと埋めてみよう。今日は今ベースで埋めてみたりしてる。その方が自然かもしれない。そうこれが自然かもしれない。まあこんな感じで仕込んでおくんですね、この状態。その上からパウダーをふわっとかけると、とってもいい仕上がり。ファンデーションじゃないからとにかく崩れない。私最近ファンデインで検索したことがあるんです。そしたらブロガーの方とかがファンデインをレビューしてくれてるんですね。すごいファンが増えてると思う。ファンデインもアンデシャインも大好きって言ってくださってる方もいらっしゃった。私の動画見ていますって言ってくださってる方も、書いてくださってる方もいらっしゃった。多分リセさんはアフィリエイトやってないって言ってたから、アフィリエイトじゃないと思うんですけど、ただただそういった気になるコスメを集めて自分で使ってみてレビューしてる方とかいらっしゃって、すごい最近はファンデイン人気なんじゃないかなって思ってます。その中でシャインの方を結構激推ししてらっしゃる方がいらして、あ、シャインもいいんだって私今思って、もうツヤ感が半端ないって思います。こういう風に仕込みメイクしましたでしょ。パウダーまで使ってみましょうか。すいません、これ自前のパウダーになりますけど、ブレストパウダークリスタルっていうお粉ですね。まあ、軽く取って、で一旦手の上でこういう風にちょっと粉っぽくなりますから、手の上で少しボフッとつかないようにね、拡散させておいてからのパタ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 、少し取って、少し手に取る、もしくは少し揉む、ね、いきなりつかないように、そしてパタ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 、そうするとほっぺのところはサラッとした感じになってきます。で眉のところもやっていきましょう。そうすると眉が描きやすいです。ただ
おでこは私の場合はしないんです。おでこを光らせたいのでおでこはしないんです。この辺はしないとマスクがくっつく。この辺は軽くやっといた方がいいです。粉をやった方がチークも乗りやすいですし、アイシャドウなんかも乗りやすい。アイシャドウを乗るためにはね、こういうやり方もありますよ。今ベースです。これはベースの方、ベースの方を軽く、ほんとこんぐらい、こんぐらいをまぶたにちょんちょんちょんって最初乗せとくのね。そうするとね、アイシャドウの発色がめちゃめちゃ良くなるから、これもいいやり方だと思う。とにかく使えるコンシーラー両方とも使えます。今の量しか使わないから、1本買ったら半年も持ちますっていうぐらいにコスパがいいです。悪い成分が入ってない、石油系のもの一切入ってないです。ほんと安心して勧められる。もう皆さんに使ってみてもらいたい。で、今全然メイクはしてませんけども、ベース作っただけだけど、でも本当に私このファンデイン、もしよかったらファンデシャインの方も買ってみて混ぜて使ったりとか、今みたいに私みたいに二重塗りすると少し SPF 値が高まりますので、二重塗りしたりとか、部分塗り、部分ハイライト光らせ塗りみたいなものとかも研究してみても面白いと思う。とにかくファンデインとファンデシャイン、激推し中の激推しです。私の中ではうまく塗れませんっていう人は何人かいらっしゃる。私ね、うまく塗れませんっていう人はどういう人かっていうとね、やっぱりね、肌がね乾いた状態で塗ってないかなと思うんですよね。ある程度湿った状態で重ねた方がつるんと滑ってうまくいきます。あとは白浮きしちゃうって言うんだったらば、タインの方を試してみてください。白だからビビると思いますよ。わあ、こんなの白くて塗れないと思うかもしれないけど、透明になりますから、透明になってツヤだけが残ってくるのがファンデシャインですので、そういうやり方してみてください。すごくすごく肌がですね、呼吸できるかのようにさらっとしていて気持ちがいいノーファンデメイクですので、ちょっとやってみてください。というわけで今日も、だらしないブーちゃんは一緒でしたけど、ブーちゃんはいい子にしてましたね。はい、というわけで今日はこの辺で、ぜひぜひこの2個ずつですので使ってみてください。はい、では今日はこの辺で、じゃあまた。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。